皆さんお元気ですか？少年時代は歌いません。笑っていいともの司会もやりません。私、考察系 YouTuber のヨッシーです。本日もレーシングマスター、略してレーマス、やっていきましょう。皆さん今日もよろしくお願いします。本日も絶賛期間限定ボイスになっております。まあ声変わり真っ最中ということで、もうすぐ綺麗なソプラノのような声が出ますんで、もうしばらくお待ちください。っていうかそれよりも皆さん、私考察系2日連続やるとは思っていなかった。おそらく皆さんも思っていなかったと思うんですよ。ですがならないわけにはいかなかったんですよ。それがなぜかというとですね、公式 X さんがちょっとおかしくなったんじゃねえかなと思ったんですが、実は考察の余地があったんですね。ということで皆さんにこの情報をしっかりと共有していきますんで、よかったら最後まで見ていってください。さらにこの考察が少しでもよかったら、チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いします。皆さん、こう見えて私、怪しいものではありません。声のしゃがれた男です。ということでやっていきましょう。それでは早速やっていきましょう。まずはですね、公式 X さんがどのようなポストをしていたかっていうのをね、皆さんに見ていただきたいと思います。こちらです。ドドン、これ見てよみんな。ブーン、ブンブンブーン、ブンブンブーン、ブン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 。おかしくなってます。やっぱりですね、私もこのように体調崩しておりますが、公式 X さんも忙しくて疲れたんでしょう。ちょっとおかしくなったんですよきっと、と思ったんですが、こちら実は謎がありました。何かというとですね、皆さんはこちらを見てどう思いましたか？やっぱり私と一緒でおかしくなったと思いますよね。たださすがに何の意味もなくこのようなポストをするわけないと私思っていたわけですよ。そこがね、やっぱり考察系 YouTuber の私なんですが、でそれについてね、どうやったらこれを解読できるか考えたんですよ。でそのまんま Google で検索してみました。そしたら何も引っかからない、なんかね、音楽のやつ、ブンブンブンみたいな音楽のなんか検索ワードみたいなのが出てきて、ちゃうやん、これ絶対違うやんと思っていたわけですよ。でその時にですね、私の友人が一言言ったんですよ。で、なんて言ったかというと、これってもしかしてモールス信号じゃねって言ったわけですよ。何そのモールス信号って、って私思ったんですよ。知らなかったから。でちょっと聞いてみたら、よくあるあのピカピカピカみたいな、ピカピカピカみたいな、なんかそんな感じのことを言ってましたね。私さっぱり分かんなかった。でそのモールス信号についてね、ちょっと検索してみたんで、皆さんちょっとこちらを見ていってください。皆さんまずこちらをご覧ください。モールス信号と検索しましたらば、こちらのウィキペディアにたどり着くことができました。モールス符号っていうものになっているみたいです。でこちら電子などで用いられる可変調符号化された文字コード、モールス符号を使った信号はモールス信号と呼ばれるという風になっているみたいです。でどういう風に使うかというと、単点と長点を組み合わせて文字を表現する、表現する文字種の違いにより複数の規格があるということになっておるみたいです。でここからどう導けばいいのかという話です。それがですね、まず運営さんが出していたあのポスト、あれって頂点はありますが、この端点っていうのがありませんでしたよね。そこがちょっと問題で、皆さんこちらをご覧ください。今ね、便利なものでモールス信号をですね、解読するっていうことができるんですよ、超簡単にね。で本文っていうのがこのようになっておりますよね。頂点頂点ブーンみたいな風になっていたので、これはモールス信号として難しいと皆さん思いますよね。ですが皆様、このブーンという文字、これをですね、
端点に変えることによって、なんとモールス信号としてちゃんと成り立つんですよ。びっくりですよね。なんか考察系っぽいよね、ちょっとね。で、端点ここありますよね、変換するのにこの端点を分に変えます。はい、こんな感じでですね、端点を分に変えて、で頂点はそのままにしておきます。そうすることによって答えが出ます。ちょっと見ていきましょう。はい、答えはこちらになっております。リンクスタートという文字が出てきました。なんだよ、失敗したのかと皆さん思いましたよね。失敗は成功のなんとかって言いますよね。実はこれ失敗じゃないんですよ。で次はこのリンクスタートについてくぐっていきましょう。ドドン、リンクスタートと検索しましたら、次こちらが出てきました。ちょっと読んでいきます。リンクスタートは川原歴による小説ソードアートオンラインサオの関連情報が掲載されているページですということが書かれていました。ということはリンクスタートイコールソードアートオンラインというふうになりますね。で皆様はですね、ソードアートオンラインに関しては知ってらっしゃるでしょうか。私はですね、一応アニメは見たことがあるんですが、小説とはよくわかりません。これもともと小説らしいんですよ。で、まあ、ちょっと検索していきましょう。はい、ウィキペディアにやってきました。このように書かれております。ソードアートオンラインは川原歴によるライトノベル、小説のイラストは ABEC が担当している公式略称はサオの小説の他にも漫画化、アニメ化、ゲーム化、テレビドラマ化など様々なメディアミックス展開が行われている。作中に登場するゲームソードアートオンラインについては本稿を参照してくださいということですね。でどういった内容になっているかというと、私がアニメ見た感想としましてはですね、ネットゲームを元にした話で、まあそこでなんかやられたりすると現実でもね起きれなくなっちゃうみたいな、意識不明になっちゃうみたいな、なんかそんな感じの話だったような気がします。詳しくはねちょっと覚えてないんですが、まあねそんな感じで、ね、結構面白いです。でかなり人気な作品になっております。じゃあこれとレーマスどう関わってくるんだいということですよね。一番の問題はそこです。でどう考えてもレーシングマスターとソードアートオンライン全然関係ねえじゃねえかと思いますよね。でおそらくなんですが、これをね運営さんがポストしているということはコラボが来るんじゃないかなと思います。おそらく超大型コラボです。うん、まあアニメとのコラボっていうのはかなりね激アツなんじゃないかなと思います。ただしまあね、ソードアートオンラインに車出るかって言われたら、まあ車が出てきた印象はないのでそこはないんですが、おそらくなんですが魅力的なキャラクターなので、このキャラの枠で来るんじゃないかなと思います。キャラの枠とボイスで、今だったら、この子がいたりとかさ、このタマコちゃんがいたりするじゃないですか。ここにねおそらくソードアートオンラインのキャラクターが来るんじゃないかなと思います。でプラスボイスも追加されるみたいな、そういったコラボが来るんじゃないかなと思います。はい、まああくまでね考察の域は出ないんで、信じるか信じないかは皆さん次第でございます。ただね考察等でね私正解率 100% を叩き出しているので、まあ結構信頼はあるかと思いますんで、まあ、ちょっと信じてみても面白いんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあおそらくコラボが来たらガチャでキャラクターで、おそらくなんですが交換枠で強化パーツの有料ガチャになるんじゃないかなと思います。うん、でまたね新マシン等も追加されると思うのでね、まあ、その辺も楽しみに待っていましょう。でコラボ来るならさ、コラボ限定のカスタムみたいなね、ソードアートオンラインのペイントをしたこう車のカスタムみたいなね、作っていただけても喜ぶ人は喜ぶんじゃないかなと思います。うん、そういう方向からのお客さんを取り入れるっていうのもめちゃめちゃ大事だと思うのでね、ぜひともね
運営様には頑張っていただきたいと思います。私はですね、そういったいろいろな頑張りをあやからせていただいております。運営様本当にありがとうございます。はい、私も運営様のおかげで、こういうふうに生きることができております。はい、ありがとうございます。ということでね、本日の動画は以上になっております。いやー、運営様がおかしくなってなくてよかったね。まああまりね、年末だからわたわたしてたかもしれないんですけれども、ちゃんと意味のある投稿でした。安心しました。ということで、皆さんここまで見ていただき誠にありがとうございました。また次回もやっていきますんで、この動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。